FA カップ決勝でマンチェスターユナイテッドに敗れ、2冠とはならなかったマンチェスターシティ。しかし圧倒的な強さでリーグ4連覇という偉業を達成しており、やはり今季も成功のシーズンだったと言える。黄金期を作り上げているペップ・グアルディオラ監督だが、現行の契約は残り1年。イギリス、デイリーメールは、来シーズン末にシティを去る予定であると報じた。クラブの幹部たちは残留を望み、グアルディオラの9年目のシーズンが終わりを意味するのではと危惧しているようだが、契約最終年であればすでに何らかの話し合いは持たれているはずだ。後任にはジローナのミチェル、ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマンなどが噂に上がっている。リバプールではユルゲン・クロップによる長期政権に終止符を打ち、一つの時代が終わったばかり。来季はマンチェスターシティに一つの時代の区切りがやってくるのだろうか。